こんにちは、ギター講師の副島です。今回なんですけど、ルート音を中指で押さえよう、あなたの知らない本格おしゃれコードの世界についてお話ししようと思います。めっちゃ地味なんですけど、すごく差が出るお話になります。なんだコードの話か。じゃあ俺は押さえれるからいいよと思ってるそこのあなた、譜面に書いてある通りにコードを押さえてるのに全然それっぽくならない、なんでと思ってるそこのあなた、今あなたに向けて語りかけてます。質問なんですけど、皆さんのコードを押さえるときに人差し指をルートで押さえてることって多くないですか？人差し指ルートのコードですね。実はこの人差し指で押さえるコードを中指のルート音に変えていくだけで、めちゃくちゃねおしゃれになる可能性があるんです。僕の周りのギタリストでも中指ルートを採用してるプロのギタリスト多いです。セッションに行って初めてした時に目から鱗が何個も落ちました。もし皆さんがもっとおしゃれでかっこいいギターを弾きたいなら、今日の動画を見といて損はないと思います。当たり前のことはできるけど、いまいちかっこよくなれない万年中級者の壁を今こそぶち破りましょう。それでは行ってみましょう。では早速、人差し指でのバレエコードを中指ルートに変えてみようと思います。なんかね、よくある Am7th ってこの6弦ルートでこういう風に弾く人多いと思うんですね。こういう感じで、最初はこのコードを題材にしていこうと思います。これズバリですね、こういう運指で弾いていただきます。さあ、これちょっと分かりづらいんですけど、まず中指でルート音を押さえてるんですね。6弦の5フレット、そしてそこから人差し指でここですね、5弦を飛ばし4-3-2弦の5フレットを制覇していると。でここで5弦どうするのっていうと、中指のお腹で触ってミュートしてると、もしくは人差し指の頭でもいいかもしれないですね。このような形で左手のミュートを行っている。そして1弦もここはねミュートになりますね。中指の腹もしくは人差し指の腹を使うと。まず一つこのコードの響きの差があります。そしてですね、さらに中指ルートのメリットって主に2つあって、まず1つ目が他の指の自由度が高くなるんですね。でこの押さえ方の場合、小指が丸ごと余ってるんですね。で小指で Am のペントトニックが弾けるんですね。つまりこういうプレイがねできてくるんですね。でこっちの押さえ方でも、まあ、できることはできるんですけど、どっちかっていうとこの中指ルートの押さえ方の方が何かと弾きやすいと。あとはね、例えばこの人差し指の制覇してる部分ありますよね。でこいつらを、このね3-4弦だけピックアップしてスライドしてあげる、こういうのが結構できやすいんですね。それともう一つメリットがあります。それはですね、普通の人差し指の押さえ方に比べると、トップノートがこのルート音じゃなくなるってことなんです、ね、一番上の音、人差し指の音だとルート音ですけど、中指の押さえ方だとこの、まあ、5度って音になるんですね。人差し指の時のねこのルート音のトップなんですけど、ルート音ってわざわざ一番上で鳴らさなくてもいいかなと僕は思います。まあシンプルに鳴らすだけでおしゃれになります。さあ、どんどん他のコードでも見ていきましょう。次は A7th、 こういう風に押さえる方って多いと思います。じゃあこれどういう風に中指で押さえていくかっていうと、ここルートを当然押さえて、さっきのマイナーセブンスの形を作ります。そしてそこに薬指をこういう風に入れるわけですね。でこの、押さえ方でのフレーズなんですけど、最初はですねマイナーセブンスの状態から薬指でハンマリングする。で余ってる小指でここをねできれば3弦弾くと。で戻ると。これブルース上手い人がよくやってるイメージないですか？こんな感じですね。でこれも人差し指の、ルート音の押さえ方でも、まあ、全然できるんですけど、やっぱ中指の方がね全然やりやすいです。あとセブンスコードにおいてはですね、この小指の自由度が圧倒的に高いので、こういう風に、まあ、これからですねギター上達していくと多くの方が覚えていくオルタードテンションとか普通のナチュラルテンションもう入れ放題ですね。これに関しては人差し指のこのようなルート音だと抑えれるテンションに限界があるんですね。だからこういうテンションを多用するジャズの人のセブンスコードの抑え方っていうのは、この中指ルートが多かったりするんですね。
続いてはメジャーセブンスですね。でメジャーセブンスはね、これ結構難しいです。まあそもそもですね、人差し指ルートでメジャーセブンスを弾く人ってあんまりいなくって、みんなね、6弦ルートだとメジャーセブンス弾けないっていう人も多かったりします。だから中指ルートでどういう風に押さえていくかっていうと、こういう感じです。これね、結構その、慣れないと難しいです。これに関してでも人差し指ルートでこういう風に弾く人も多いので、まあ一概にこの中指が 100% おすすめっていうわけじゃないんですけど、個人的にはおすすめです。っていうのもですね、まずこの中指ルートにすることによって、この人差し指がね、一番下、トップの音に弾いてるんですけど、ここをこういう風に動かせるんですね。で、僕ね、ここの音が好きなんですよね。シャープイレブンスって音。もうリディアンっぽい雰囲気ですね。で、最後みんなで A メジャーセブンスで終わる曲とかがあるとしたら、一人だけ、こういう風にこう、この音混ぜちゃうみたいな。そういうことを僕結構よくやるので、この押さえ方をいつも採用してます。さあ次は5弦ルートで中指ルートを見ていきましょう。多くの方はね、5弦ルートはこのように人差し指ルートで押さえるって場合が多いと思います。今回 A でやってるので、Am7th からこれをね、中指ルートにしていきます。まあこんな感じになりますね。はい。これもね、見慣れない形なんですけど、最初はちょっと抑えられるまでね、慣れが必要だと思うんですけど、この押さえ方の方が実はハイポジションに行けば行くほど押さえやすいと。で、ローポジションに行くとちょっとストレッチが減るので、むしろ人差しビルトの方が押さえやすいかもしれないです。これもね、実は結構ね、普通の人差し指の響きと違うんですね。何が違うかっていうと、僕はね、ここ違うと思います。この1度と5度が重なっているところ、これパワーコード。このパワーコードの成分が人差し指ルートの押さえ方って入ってるんですね。で、この押さえ方のここの部分ですね、ちょっとなんかね、重たいんですね。なので、この中指ルートをこうやることによって、その成分を避けることができると。あと、なんといっても、この押さえ方で、小指をですね、半音下に下げると、このね、R&B 超絶必須コードのこの Am9th が押さえれるわけですね。基本的に5弦ルートで押さえるときは、この9th の音をどのコードも狙いに行くってことを覚えておいてください。次はですね、7th ですね。7thもこういう風に押さえると思います。だこの7thの押さえ方って、ちょっとこう、音がね、トップすぎるんですね。なので、ちょっとこれをダークに、少しクールにしていきたいというときに中指ルートが登場します。まあ、こういう感じですね。こういう押さえ方。中指ルートで人差し指でこのサードの音、そしてその後薬指で全部制覇するもいいですし、薬指で1弦3弦だけ押さえて2、1弦を小指で制覇っていうのもいいですね。こういう感じ。こうすることによって A9th というコードになります。基本ね、ファンクや R&B では普通のセブンスコードが出てきたら、どっちかというとこちらを押さえてしまうことの方が多いです。あ、最後は5弦ルートのメジャーセブンスでいきます。このメジャーセブンスだとこんな感じですね。でこちらもですね、セブンス同様、ちょっとポップすぎる場合があります。中指で押さえるとこんな感じになります。さあ、これ、今回で一番難しいかもしれないです。僕の生徒さんでもね、これ難しいっす、みたいな人結構多いです。はい、で、こちら中指でルートオン、人差し指でこのサードの音いって、小指がここに来るんですね。ここちょっと難しいです。で、薬指を回り込ませる。A メジャー、9th というコードになります。こちらも9th を入れてるんですね。5弦に関してはですね、結構人差し指ルートでもかっこいいコード多いので、そこまでですね、中指ルートにこだわらなくていいと思います。ただ9th を入れたいときは、必ずですね、中指ルートにするようにしましょう。さあ、ここまで6弦ルートと5弦ルートで、それぞれね、人差し指ルートではなく、中指ルートでのコードの押さえ方をやってたんですけど、まあ、まとめるとですね、中指ルートで押さえるメリット、まず一つ目が、他の指の自由度が高くなる。で、いろんなテンションを抑えれたりするってことです。そして、ルート音がトップに来たりだとか、もうちょっとね、かっこいいトップの音があるなっていう時に、それを避けることができるんですね。そして、6弦ルートの時は、もうほぼほぼ中指ルートで行っていいと思うんですけど、5弦ルートに関しては、まあ、ちょっと難しいし、人差し指ルートでも全然いいコードがあるので、まあ、9thを入れたい時、余裕がある時だけ中指ルートにしてみるといいと思います。まずは6弦ルートのね、この押さえ方、まずマストで覚えていきましょう。ではここからおまけとしてサンプルのコード進行で一緒に練習していきたいと思います。最初ですね、 A メジャーセブンス、はい、6弦ルートから、これをね、いきなり難しいんですけど、これやりましょう。ここ頑張りましょう。そしてこいつがセブンスになります。ここもこうじゃないですね、こうではなくてこういうこと。そしてその後メジャーセブンス、そしてマイナーセブンスですね。
ていう抑え方。こういう感じですね。今は6弦ルートだけケアしました。次はね、5弦ルートを鍛える場合ですね。ここからそして D メジャーセブンスっていうのはここ6弦ルートでこう押さえるわけですね。でマイナーセブンスですね。こういう感じ。はい、こういう感じですね。こういうおしゃれなコードプレイしたかったっていう人多いんじゃないですか。これ僕のレッスンでよく生徒さんに教えるとですね、生徒さんはみんな、ああなるほど、これ僕がやりたかったやつです、と言ってくれる人がすごく多いです。皆さんはどうでしたか。ぜひこの動画で中指のね、押さえ方を習得して自分のプレイに当てはめてみてください。というわけで今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。まあ、今回はですね、結構硬派なギターレッスン動画という風になったんですけど、今後もこのようなですね、あまり気づかないんだけど気づくだけでバンとレベルアップできるようなね、レッスン動画をたくさんアップしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録してこの後の動画も追いかけてみてください。今回の動画で何か発見、気づき、感想などね、あったらぜひそちらコメント欄までお寄せください。一つ一つ読んで次の動画の参考にさせていただければと思います。で、このようなね、レッスンっていうのをやってるんですけど、ありがたいことに今レッスンはですね、体験レッスン数ヶ月待ちにさせていただいてるんですね。なのでレッスン受けたい方にはオンラインのギターサロンがおすすめです。こちらでは月2回のライブ配信レッスンと動画による課題の添削などを行ってます。ギターのね、上達のきっかけになると思います。こちらもレッスンの雰囲気がまず知りたいという方は僕の無料のメールマガジンがあります。こちらね、1500名以上の方に読んでいただいているペンタ一発を脱却するね、メール講座になるんですけど、概要欄に URL があるのでそちらから詳細を確認して購読をご検討してください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。